春の陽気に包まれた函館の五稜郭公園。桜の開花を前に普段の光景が戻りました。五稜郭タワーには久しぶりにお客さんが戻ってきました。皆さん展望台からの景色を楽しんでいます。星形の五稜郭を一望できる展望台。感染拡大を受けて先月1日から休業していましたが、今日営業を再開しました。まん延防止で入れないところもありましたので、解除されてよかったなと思っています。感染と経済とて、はい、両輪でなんとかうまく回ってくださるといいなと思ってます。すでに来月以降15件の修学旅行とおよそ150件のツアーの予約が入っています。これから桜のシーズンになりますので、このタイミングで営業再開できたっていうのは非常に嬉しく思いますし、コロナの方が収束しているわけではないんですけども、全国的に自粛ムードがなくなり、観光がですねできればいいのかなというふうに思っております。昨日までのまん延防止措置最後の3連休、札幌中心部の人出はまん延防止前の1月の3連休と比べ大きく変わりませんでした。外出自粛要請の効果は続かなかったようです。道は今日から来月17日まで混雑する場所への外出を避けるなどの再拡大防止対策を道民に求めています。夜の飲食とかお酒とか気をつけながら、行けるのかな。肉厚な牛タンが人気の札幌すすきのにある飲食店。まん延防止期間中は自主的に休業していて、今日およそ2ヶ月ぶりに再開しました。制限なくやれるっていう喜びは多少はありますけど、感染者数多かったから出てこないねとかいうのが目の当たりに見てたので、お客さんの来客は正直見込めてはいないですけど。飲食店に出されていた営業時間やお酒の提供時間の短縮、4人以内の人数制限は今日からすべて解除されました。この店では GoTo イート食事券も今日から使えるようになりますが、急激な自粛緩和には戸惑いもあるといいます。まあ、様子見ながらやった方がいいんじゃないのかなっていう思いもありますけど、観光業もやっぱり相当大変な思いをしているというのは聞いてますので。何度も繰り返されてきた感染拡大と自粛要請。観光地や飲食店が明るさを取り戻すまでまだ時間がかかりそうです。